はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。楽園実況チャンネルへようこそ。本日なんですが、楽園融合と組み合わせていくモンスターご紹介しましょう。ミレニアムアイズサクリファイス選手、こちらです。サクリ、楽園サクリですね。これ結構相性が良くて、闇属性なんでそもそもね、サクリファイスが。なので、まあ、結構ルベリオンから落としてね、融合素材供給できたりするんですけども、今回ですね、このミレニアムサクリファイスというモンスターを使って、行きたいというふうに思ってます。ミレニアムサクリファイスというモンスターがこれ何をするかっていうと、まあ、サクリファイスまで効果モンスターっていうなんかすげえ緩い条件で融合召喚できて、で、一旦に一度相手のモンスターの効果発動すると、フィールドか墓地のモンスターをパクって装備しますと。で、打点がアップしますと。そのモンスターの、打点分。で、装備したモンスターの、同じモンスターの攻撃ができないし、効果が無効化されるということで、まあ、例えば、まあ、ウララとか、ゾウジーとか、まあ、今で言うと、まあ、楽園のそのアルベルとかが召喚された場合に、まあ、そういうモンスターの効果を、こいつパクって装備して無効にできるんですよね。これがすごい強くて、で、しかもこれ、まあ、有名な話で、インスタントフュージョンから出せるんですよね。だからこれ1枚で一応、うららケアできるんですよ。だからインスタントフュージョン1枚ぶち込んで、ミレニアムアイズサクリファイス出してから、楽園融合打つと、一応、うららケアできたりするみたいなね。まあ、そういう動きがあるんですけれども、これの、まあ、強力な、その盤面を今回は、作っていくんですが、これ何をしていくかっていうと、これサクリファイスでね、サポートカードがあるんだよね。専用の。それで今回採用しているのが、このミレニアムアイズイリュージョニストというカードですね。これが、闇属性なんでね、もちろん、ルベリオンの融合をするときに強いに落としたらできるんだけど、これが結構強くて、ミレニアムアイズサクリファイス系の融合モンスターか、またはサクリファイス儀式モンスターね、一体選んで、こいつを手札からぶん投げると、フリーチェーンでそのモンスターパクれるっていう効果あるんですよね。なので、いつでも相手のモンスターをサクリファイスに装備させて効果を無効にできるっていう、これ結構強いんですよ。だから今回目指していく盤面はミラジェイドプラス、ミレニアムサクリファイス手札にイリュージョニストっていう、まあ、この、 盤面を目指していきます。で、ちょっとこれコンボパーツが若干多くてですね、まあ、それをやろうとすると一応サクリファイス出そうと思ったら簡単出せるんだけどさ、楽園融合1枚から、まあ、ミレニアムサクリファイス出すよりはさすがにミラジェイド1枚出した方が強いと思うんで、ミレニアムサクリファイスを出していくための、まあ、必要パーツが、まあ、基本的に3枚コンボかな、融合順位生物かイリュージョニストどっちかを握っていて、アルベルか、まあ、楽園開幕があってでサクリファイスフュージョンがあるみたいな感動とか、あと、まあ、これ動かし方は全部ね動画でやってるけどね、それか、融合順位生物かイリュージョニストがまずそもそも手札にあってで楽園開幕あって、赤の楽園があるとか、まあ、そういうハンドだと、一応ねミレニアムアイズイリュージョニスト、が手札にあってでサクリファイスとミラジェイドが並んでるみたいな感じの場面ができるんですよ。こうすると、妨害3個用意できるんですよね。一応、ミラジェイド の、 選んで除外。で、後続確保ね。アルビオンのエンドフェイス効果で。後続確保。プラス、ミレニアムアイズサクリファイスで相手のモンスターの効果を無効にしてパクるっていう効果と、あと、イリュージョニストの効果で相手のモンスターパクるっていう効果があるんで、まあ、実質無効ですけどね、これパクれば。なので、まあ、この辺の、まあ、イリュージョニストを活躍させながら、まあ、横でアタッカーとしてミラジェイドもいるみたいなね。まあ、そんなね、感じの盤面を作っていこうかなというふうに思ってます。はい。で、まあ、これ、いいところは、ミレニアムサクリファイスのいいところは、これね、サクリファイスプラス効果モンスターってクソ緩い条件で出せるところなんですよ。つまり、サクリファイスのところを融合獣院生物とかの融合代用モンスターにすれば、これサクリファイスなくても出せるんですね。簡単に。で、もちろん最初はサクリファイスを入れて試していたんですけれども、サクリファイスの儀式、やっぱ、事故るんですよね。使えねえし、通常召喚できねえし、サクリファイスもそもそも。一応、儀式の下準備対応してはいるんだけども、なんか儀式することあんまないかなと思ってて、カードを使って、まあ、普通に楽園融合を打っていった方がやっぱ基本的に強いから、まあ、環境デッキと戦うためにはね、ある程度その、削ぎ落とすことも必要で、なんで今回はちょっとサクリファイスは抜いて、融合順位生物をサクリファイスとしてみなして、で、こいつで、まあ、これを出していくっていう。あ、ちなみに、楽園融合の効果以外にも、あと、ルベリオンとかの効果以外にも、融合順位生物闇自身の効果で、融合召喚することもできます、こいつ。これ、例えば、場に余ってるアルベルとかね、楽園開幕とかで出してきたアルベルとかと一緒に融合順位生物の効果を使って、アルベルと一緒に墓地を送ってあげれば、こいつ出したりできるんで、割と応用がね、効くんですよ。結構ね、なんか組み合わせがいくつもあって、意外と回してると楽しいデッキなので、ぜひね、よかったら使ってみていただければな、というふうに思っております。早速ね、楽園サクリファイスのパワーを見せていきましょう。デュエル、スタンバイ。
デュエルいきます。サクリファイスいらんかったんや。融合するのにサクリファイスいらんかったやつ。とりあえずスタンバイフェーズで楽園開幕しますね。ちなみにこれ本当はドローフェーズだった方がいいんですけど、ドローフェーズ間に合わないんですよね、いつも。なんかそのなんかホールド式にしたら間に合うらしいですけどね。これ一応ドローフェーズになんか楽園開幕打たないと、あのドローランドロックバードをあの決められることあるんで、一応なんで、まあ、一応スタンバイフェーズじゃなくてドローフェーズ打った方がいいんですけど、開幕があればね。はい、まあ、デスピアン効果、あ、これエフェクトベーラーとかケアできるし、ドローランドロックバードケアできるからね、割と強いんだけどさ。これとりあえずアトリビウムでいいか。サウザンドアイズサクリ、あ、サウザンじゃない、ミレニアムアイズサクリファイスは出せそうですもんね。あのサクリファイスイリュージョンがあるんで、イリュージョンじゃないや、サクリファイスフュージョンがあるんでいけそうな気しますけども、ここはですね、一旦楽園を打ちます。で赤の楽園もありますと、これ結構強そうな場面できるのかな。これなんかエレやべえ動きできそうだな。まあ、とりあえずミレニアムアイズイリュージョンにして落とすの確定で、でアルバスの楽園を落としていく。でここでルベリオン出す。でルベリオン効果、ハンドコストはこれは心眼ですね。で心眼でよくて、でここで、あ、グリフォンライダー、なるほど、ここで出してくれ、なるほど、まあいいや、グリフォンライダーそこで出してくれ。もうそこで出してきたら普通にそれあれじゃない、ミラージェードで除外されたりしない、それ大丈夫、ミラージェード出すけどね普通に。これはまあいった、あれかサウザミレニアムアイズサクリファイスにこのサクリファイスフュージョンであれ装備したいんじゃね、天才のムーブできそう。とりあえずですね、まずは、ルベリオンとアルバス除外して、あ、戻して、ミラージェード出していく。開幕あるからこれこう立ててよくて、でサクリファイスフュージョン打つで赤打って、いやこれ何でもできんな、これなんか組み合わせ、あ、無限にありすぎてこれやばいぞ。やばいな、これなんか無限にできるな、無限コンボが完成してる。でこれでミレニアムサクリファイス出していく。おいしゃ、こいつはフィールドまたは墓地のモンスターをパクって装備して、なんか打点がアップして、しかも効果無効にするっていう最強モンスター。でこれでイリュージョニスト戻ってくる。でだ、これでですね、これを発動してパクりまして、これで打点をコピーしていきます。でこれでグリフォンライダー君をなぜか出した相手のモンスターパクっていく。なんで出したっていう話。はい、 OK。 でセットして、これエンドじゃない、まあ、墓穴一応むらめっちゃダメだけど、まあ墓穴食らったところでミレニアムアイズイリジョニストとミレニアムアイズいるんで、なんかありますね。これさすがにもうちょっと回せた気がするんだ、これなんか赤の楽園チェンジサンダーボルツ。やるやん、まあ、サンダーボルトは全然あの開幕ガールで耐えます、はい、両方とも耐えますから、これ最強でしょ、おい、おい。オッケー、最強。これさっきなんかルベリオンチェーン赤したらもっと強かったかもしんねえな。ジャックナイツ、なるほど、ジャックナイツくんね、これはモンスター加えるやつですね。手札からの召喚特殊が成功した場合に、このカードと同じ射程率のモンスターの数だけ加えるっていうモンスターの効果を、ミレニアムアイズサクリファイスくんの効果でパクっていくと、効果が無効になりながらもミレニアムアイズサクリファイスの打点がバケモンになっていく。バケモンみたいになって5300がやばい、5300がさすがにやばい、バケモンできた。お、さらに師匠も出てくる、なるほど、師匠くん出てくる、なるほど、師匠くんは一応あれですよね、除外してるとジャックナイツ持ってくれるんですね。ああ、いいでしょいいでしょ、全然いいですよ。それもパクったらいいんじゃねえ。じゃあこれイリュージョニストでパクったら、これ対象にとってパクったら無効ですね。これはイリュージョニストの打ち所なんじゃないでしょうか。
そのミレニアムアイズイリュージョニストを手札からぶん投げることによって相手のモンスターを、ミレニアムアイズサクリファイスに装備していく。で装備するとなんと相手のモンスターの効果が完全に無効になってしまう。はい、バケモン爆弾ありえん強い。なにだにやるじゃねえか。まだフュージョンディスティニーを書いていたが、お前やるな、手数的には。おお、なるほど。デストロイフェニックス、まあこれはもうパクれねえな。まあただミラージェイドの打点は抜けていない。どうする。ちなみに効果を発動する前に何かを伏せないと、お前効果発動してもミラージェイド除外されて何も破壊できないぞ。大丈夫か。セットしないと。あ、そこで発動しちゃったら除外されるけど大丈夫。君もしかしてレスフェニーアップかな大丈夫かな。それデスフェニー君除外されて何も起きないですよ。大丈夫ですか。あれバキモンミレニアムアイズサクリファイス爆弾。あー、割と強そうではあるけど、ウララケア一切できないけど大丈夫これ。とりあえずアレベル通りますアレベル通る、アレベル通って、あ、通るね。余裕で、余裕じゃん、マジかよ。で、楽園融合持ってきていく。いや、これはですね、なかなか強力な判断なんですよね。なんか、通れば全部効果だ。まず楽園融合発動していく。で、ルベリオン効果発動しに行くのには、これデスピアンでいいな。これ全部あるから、墓地落とすのはこれデスピアンでよくて、デスピアンアルバス、これこんだけね、なんかサクリファイスの融合さ引いてると、これでいいんですよ。で、アルバスとデスピアンで、特殊ルベリオン。で、効果発動する。で、帰ってくるからミレニアムアイズイリュージョニストでいいな。これサクリファイスイリュージョン。で、手札除外できるからいけるな。大丈夫だな。大丈夫だ。これはいい。ここで、デスピアン効果、アドリビドゥム。で、ルベリオン効果でミラージェイドかな。はい。で、アルバスとルベリオン戻してミラージェイド。戻して融合。意味わかんないけどね。これ結構。やってることは。まあ、そんなこと言っても仕方ないけど。やってることそこそこ意味わかんないけどな。ほんでだ、サクリファイスイリュージョンも発動。これで、ミレニアムアイズ出していく。これで一応これ以降はね、手札誘発とかヒアできるけど、これ以降って言ったらもう遅いけどな。さすがに。インスタントフュージョンの方から出してるとね、一応先にケアしてから動けるみたいなのできるんだけどね。で、エンドフェーズ入って、で、エフェクトベラケアしながら、ミラージェイド効果発動する。で、アルビオン落として、アルベル除外。で、エンドフェーズアルビオン効果で赤の楽園拾って、で、セットしない。で、そもそのまま発動。はい。で、デスピアン拾って、で、アドリビズムとミラージェイドだな。アドリビミラージェイド、ドラゴンスペリア。OK。これで、盤面的には、これ相当棒があるんじゃん、これ。こことここでしょ？で、こうするでしょ？で、アドリビ効果、戻ってくるから、これ、相当棒が、これ、えらい、やばいこと起きてるの、これね。今、1枚モンスター選んで除外。モンスター効果1回無効。それから、まあ、ミレニアムアイズサクリファイスで1回無効。それから、ミレニアムアイズイリュージョニストでパクルがあるから、まあ、実質なんかモンスター効果なんか3回無効の、いや、なんかモンスター除外が1回みたいな、なんかクソやべえクソやべえ場面できたけど、これ大丈夫これ、相手が死ぬ、これアバフで倒れんじゃねこれ、さすがに強いでしょこれ、これどうこれ、この場面やばくない。いやこれどう考えても頭おかしい妨害室だけどな。創剣士バック屋さん、はい、了解です。バック屋さん、ちなみにこれサンダーボルトって言われたら普通知りますねこれはい、普通に。で、バック屋さんは、まあ、一応、まあ、ミレニアムアイズサクリファイスの効果で止める方がいいかな。
ストップ送検。はい、止まっていただきまして、はいはい、ほいっと。で、バクヤに召喚権割いたんで、まあ、あとエクレシアぐらいしかないか。流走権限 OK。 まあ権限もね、別になんか流走、龍炎か、姿勢龍炎、姿勢龍炎じゃない、創建大使龍炎さんで出てきたトークンを一応処ればいい気がするんですけども、はいはいはい、龍炎さんで OK、 いいでしょう。で、タイヤ墓地送って自身特殊召喚しながらトークンが出るが、パクればいいのこれ、分かったわ、パクればいいんだこれ、龍炎を。これでですね、これパクればさ、もう龍炎の方が使えないし、墓穴強い、やるじゃねえかやりますね。じゃあこっちで2の手3の手用意してますよどんだけ妨害するこのデッキまあ遠くに消しますから、オッケー着地狩り、トークン着地狩り、はい。さあどうする、さあもう召喚権ねえだろまあそうなるわな。ちなみに一応ドラゴンスタピリアの効果でレベル下げたりとかしても一応ね、なんだろう、メタレはしますけどね、シンクロできなかったりするから。でアルビオン効果発動して、なんもねえのか、じゃあ楽に言う子だな、いいえ。さあ世界を終わらせに行きましょう、まあ、あとは適当にぶん投げれば勝てるんで。ですね、ミレニアムアイズ、サクリファイスフュージョンの効果によって相手の龍炎を一旦装備して、で、打点アップして、よし、オッケーはい、楽に融合もう殴ったら勝ってる、これ。このデッキ上振れるとやばいねこんなこと起きるんですよね、やばくないですか。先行4妨害立てられたら誰が勝てんねんみたいなとかあるよね。あー、先行だったらめちゃめちゃ強そうなハンドだなこれ。先行欲しかったわこれ。名剣メリー誰誰お前、墓地浮かれた場合デッキ落ちましたモンスター。ああ、へえ、あれか、名剣モン系のモンスターいくつかいたな、そういえば。デッキ戻るみたいなやつ、名剣メリー、はい、デッキの一番下に戻す、はいはいはい、なるほど、モンゲ、なるほど、なんか不穏な動き来たな。マシンナーズ名推理、何マシンナーズかの、やばい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 、あ、なんかすげえクソレッキの匂いする、なんかクソみたいなレッキの匂いするな、これああ落ちすぎ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 、ルインフォースくんめっちゃ落ちてんじゃん、やば。なるほど、名剣メリーしか入ってるんだこれ、普通に召喚できるやつ、なるほど、これでデッキとか全部掘り切ったってこと、天才かよ、執念の剣や、おお、デッキで持っていく、なるほど、うまいな。これこっから俺は一体何をされるんだ。ダークプラネットマシンナーズカノン除外、あ、これはルインフォースか、あー、なるほどね、ルインフォースくん出てくる。え、これもしかしてあれですか、これ無限ルインフォース編突入する、無限列車編突入しますこれ、ええ、ああレベル10のモンスター2体、グスタフーグスタフー、グスタフ効果ルインフォースを素材に切って2000ダメージをぶち込んでいくと、なるほど、やりますな。でルインフォースはまた蘇ってこれるというわけですか。あー、やばいですねこれ、これもしかしてあれですか、無限グスタフマックス戦突入しますね、これレベル中にモンスター2体、なるほど、でもグスタフマックス言うてあれか、3体しかいられないか、デッキの中、はい、でグスタフマックスの効果で2000万、痛い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 、ちょっと勘弁してください、さすがにそんな2000ライフポン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 打たれたらたまったもんじゃありません。2体のモンスターでリンク召喚、マスカレーナ、なるほど、マスカレーナ、なるほど、でもグスタフはあと1体しかいないってことか、マシンナーズオーバードライブ、
自分の墓地のモンスター除外されている自分のモンスターから機械図のモンスター3体最初に乗ってそのモンスター一気に戻してシャック、あグスタフこれ戻ったなあれこれこれもしかして積んでね、これもう一回グスタフ2回出てくる、おさっき見たぞその盤面、おどうなってんだおココアミ、さっきこの盤面見たぞ、おふざけんのやめてくれやめろ、そんなことしてはいけない、嘘だ嘘だグスタフ4連打されて負けたんだが。